になりました。さあ宗田が鈴木を引っ張り出してきました。後がありません世田谷学園。おお、いいですね。こちら大将の宗田、世田谷学園3年生、170センチ120キロ、全国高校選手権個人で優勝を果たしています。宗田は非常にあの立ち技もうまいんですけれども、そこから寝技への切り替えもうまいんだそうですね。はい、小内刈りでですね、はい、相手を崩して、尻餅でもつけば、そこからずっとこの寝技に持ち込むというのがですね、非常にうまいですね。すべてをこの宗田に託します。世田谷学園宗田が有効を奪っています。この宗田のいいところってのはどんなところですか。どうですか。ここは一本、宗田がその高校チャンピオンの意地を見せます。中堅の加藤博隆の登場です。110キロ3年生。だから今鈴木啓司君もですね、ああいうふうに待ってますけど、内心本当回ってくるなというふうに思ってると思うんですよね。国士官の大将鈴木啓司です。一方の世田谷の大将宗田は今この画面の中、すごい根性のある選手なんで、どうにかしようっていうふうにやっぱ努力はすると思いますからね。まあ、加藤君はですね、いかにこう投げられないように、もう投げる気ないですからね。有効です。有効宗田、そして抑え込みに入りました宗田康之。あ、しかしここは解けます。まあ、世界に出てですね、結構ずんぐりした選手というのはヨーロッパの選手やりにくいんですよね。世界チャンピオンになりました、遠藤さんとタイプ的にはですね、技の種類はちょっと違いますが、体つきは似ておりますよね。さあここで時間です。世田谷学園の大将宗田、さすがは大将というところを見せています。国士舘の深沢副将、世田谷の宗田大将、この2人の対戦です。少ないですね。そうですね、はい、さあ行った、有効です。ないですね、支え釣り込み足、ね、見てみましょう。ああ、支え釣り込みですね、これ。はい、最初、見てる方も非常に面白いですよね。はい、その宗田の力をもうまざまざと見せつけてくれました。さあ大将戦ということになります、決勝戦。さあ国士舘の大将鈴木啓司が登場してまいりました。3年生、183センチ100キロ、初段大外刈りを得意としています。昨年の大将戦旗判定で優勝を奪ったのはこの鈴木でした。対する宗田、返しを取りましたね。返しを取りましたか。世田谷学園宗田です。やっぱ鈴木君は前の技でですね、少しやっぱ焦りが出ましたのでね、なるほど、はい、今不自由なところはやっぱ思い切ってかけちゃったんで、はい、大きな大きな技あり。もう一度見てみましょう。ここから白、世田谷学園宗田に技あり。世田谷学園金秋期を今年は奪い返すのか。しかしまだ時間があるぞ。2秒1秒、時間です。大逆転ですね。まさに大逆転です。世田谷学園2年ぶり12回目の優勝を果たしました。逆転優勝世田谷学園、大将の宗田踏ん張った。
決勝戦で4人も勝ったというのは初めてじゃないでしょうかね。これは初めてかもしれませんね。これはすごいですね、はい、延長戦でいうと1人で試合しましたね、一方こちらは国士舘まさかの逆転負けから見事、ね、最後の最後延長戦のもう最後になっての大逆転劇。そうです、見応えのあるですね、はい、本当に技の応酬のよく決まった見応えのある決勝戦でしたですね。そうですね、はい。